さあ丸光旅館さんね、はい、泊まるんですけども、うん、はい、ここ何が有名かわかります？ね、シラスかな。シラスもこの辺有名なんですけど。あら、うん、違った。え、お風呂。まあお風呂もね、うん、有名なんですけど。じゃあヒントあるよ、ヒント近場に。ふすま？いやいや、ふすまじゃないです。なんだろうね。あ、床？いや、床じゃない。違う。これツヤツヤだもんね。正解言いますもん、正解を。消火器です。そこにあったか、正解。本当だ。違う、こっち。あ、あね。あ、じゃあ、じゃあ、あんこ。あね、ひらがなが有名なの。何なの？あんこがすごい有名で、うん、365日、ここのあんこのあんこ鍋とかもなんか日本一に輝いたりもしてるんですよ。本当？でちょっと今日あの調理してるとこ見れるらしいから今日さあ行きましょう。こちらでちょっと見れるか、はい、ここ、はい、開けて開けて、あ、開けていいですか、うん、失礼します。一回始めますね。何が一人ずつ見た方がいい。何ヤオス、ヤオス見る、最初まだ見る。何が？いや、なかなか、すごい、すごい、すごい絵になってる。マジで、うん、いや、そっちじゃないです。あ、厨房だった。いやいや、もうそのなかなかの。うおいや、あの、いや、あの、今から、俺、食べるつもりだったか。そうそう、鍋ができるかと思ったら。カメラ入ってみてよ、カメラ、グイッと。ね、開けたし。同じ気持ちになるから。あげますね。なんか社長がこう見た。なんかダメだ。後ろの社長がさ、なんか見ちゃいけないとこ見たみたいな。なんかさ、ダメだよ。失礼します。いや、すごい。背景が見えるってことか。これテレビでは見たことあるけど、ね、生で見るのは初めてだな。好き。社長、すごいっすね、これ。そうですね、約これで10キロ。え、10キロもあるんですか、え、社長いつも解体してるんですか。あ、そうです、そうです。マジか、すごい、はい、中には第二の歯っていうのがこうある。第二の歯、第二の歯。見たい、見たい。ちょっと、まず第一の歯教えてもらっていいですか。そうね、まあ、もうこれは第一。まあ、第一、はい。第二はですね、中に。あ、そんな奥にあるの、はい、こっち側に見ると、返しのような歯が入ってるんです。あれこれ、のどちんこのイボイボじゃないみたいなもんですね。あ、これが歯ね、こう、コブみたいなのが。コブみたいになってるよね。返しみたいになってて、ここの、これね、これで、はいはいはい、歯を。これを寄せつけるんですよね。で、丸のみして、うん、今の歯で戻さない。すごいな。あ、そっか、丸飲みするから引っ掛けるってことですね。深海 500m からですね。そんなに。そうですよね、海面まで来れるかな。これだからめっちゃ縮んでるんですよね。そうですね、下まで行くかと少し。いや、じゃあちょっと社長見せてもらっていいですか。はい、わかりました。まずヒレからですね。あ、ヒレから、ヒレから、ヒレから、すげえ。おわ、これがもうコラーゲン。あ、もう本当だ。ドゥクドゥクだ。うーん。身とは違う食感。はいはいはい。美味しくて。ヒレ。こう、ヒレだけども、身がついてる。ねえ。口を隠してる。皮も入ってる。ああ、口周り。あ、いや、全部皮を。皮も食べれるんですよね。もちろん。残すとこないんですよ。ないです。あんこで、そうだね。そうそうそう。ほとんども食べちゃいますから。あ、ワイルド。うわこんなペロンって抜けるんだ。ただこれやっぱ慣れてない。いや、いるよね、技術が絶対。それこそね、サイズさんもさばいたりするじゃん。魚はね、でもね、あんこさばいたことないもん。いや、魚じゃないもんね。え、すごっ、上手、めちゃめちゃ綺麗に取れる。ちょっと、これも美味しく、ねえ、これも食べれるじゃん。これどうやって食べるんですか。これお鍋にして、へえ。この10キロってアンコ的にはどうなんですか、はい、大きさ的に、うん、ちょうど美味しい大きさになる。10キロから12、3キロとか。そうね、大きすぎてもって感じだ。そうですね、大きすぎても美味しくないですね。エラーですね。それを食べる、これも食えるんですか。これも、これも鍋ですか。鍋です。ぜひ味わってみてください。アンコ7つドームっていう部位があるんで、それに回ってます。あ、7つ、7つドームです。あ、それが肝。それが肝です。うわ、でかっ。すごい、ほんとフォアグラだ。ねえ、はい、
が一番おいしい。綺麗に来たな。これ特別にしてもらってるみたいなノリでしょ。そうですね。ね、ありがたい。でも江戸時代はあの将軍家が献上されてるんですよ、ね、あら、もうその時代から高級な食べ物だったんです ね、 そですね。その時代本当底引き線が多分、ね、なかったと思うので、あ、そうか、貴重だったんですよね、はい、だから浮いてくるの待つしかない感じですよね。ないと思います。これが、まあ、メスの証拠の布っていうんですけど、布、うん、卵巣ですね。何前、これだと30人前ぐらい、うん、すごい。え、この辺って、はい、なんでこんなあんこうが有名なんですか？うん、あのこの辺はあの昔からあんこうたくさん取れてまして、うん、食べる文化もあって、あと親潮と黒潮がぶつかる潮目の海域なんで常磐を引いて、はいはいはい、でそこで美味しい魚が集まって、あ、それを食べるあんこう、ブランドあんこう。うわ、すげえ、きれい、でかっ、すごい。独特のプリプリふわふわの食感で、うん、他の魚ではなかなかない食感です、ね。いやー、歯ごたえも良さそうですもんね。うん、これで、はい、終わりです。なるほど、この状態になるんですね。そうですね、この状態で今日はぜひ堪能してください。じゃあ、いや、これで鍋にしていただけるんですか？そうですね。あ、これで豆汁っていう鍋を。よろしくね。豆汁。はい。あんこう鍋のルーツになった。あ、はい。なるほど。うわ、うん、うわ、何鍋って言ってましたか？ドブ汁。いや、なるほど、こんな感じなんだね。そうですね。これベースはベースは味噌です。味噌、味噌にもう、はい、え、肝も入ってる感じですか？そうです。あんこうの水分と野菜の水分だけで作ってる。本当、はい、私は水全然入ってる。入ってないです。なんでそんな名前なんですか？まあ、あの説あるんですけど、はい、全部っていう意味とか、あとドブロクにこう似てるとか。確かに、あ、そっか、はい、身の部分みたいな、コラーゲンの皮の部分とか。いや、もう、ね、カッサカサなんで、広瀬さんの。そうなんだ。いや、ほんとそうなんだ、ね、カッサカサなのよ、この時期はね。いや、そうなのよ。食べても、あれですか、効果あるんですか、そういうの。もちろん、あの、本当、ね、あります。そうですね、はい、あと、肝にも肌を活性化させる栄養が入ってます。そうですか、はい、この旅館で、はい、あんこうラーメンっていうのがあるんですか？あ、ポスター見たんですけど、はい、ね、さっきね、言ってました。ラーメンもあの週末は行列するぐらい出てますんで。ここに麺を入れるわけじゃないんですか？ここじゃないんです。これとは別なんですけど。あんこうラーメンは、はい、この中で食べれるんですよ、その普段は。普段昼間ここで食べられるようになってます。あ、そうなんですね。あんこうのラーメンってやっぱり、うん、高いんですよね。まあまあ値段するんですか？そうです、まあ1000円ぐらいでも抑えて。あ、でも、ね、安いじゃないですか。いや、そもそもがあんこうって高級な。高級です。高級な魚も。西のフグ、東のあんこうっていう。あ、そうなんだ。そうですね、そうです。嬉しい。あら、これいろんな部位が入ってるんですか？はい、いろんな。あ、すいません、ありがとうございます。スープがうまそうやね。じゃあ、一旦乾杯をね。ん？いや、乾杯しなくて飲まないでいいんじゃない？大丈夫です。あんこう鍋、あったかいうちに食った方がいいんじゃない？なんで飲むの？ちょっと潤したいから。何？あ、飲んじゃった。あ、飲んじゃった。右手にグラスをね。また言うじゃん。またやるの、それ。それ言うな。もうそれ言うな、もう。惨敗って言うんでしょ、最後。いや、違います。何？じゃあ、あの、もう今日だけ楽しんでいきましょうね。先のこと考えずに。それじゃあ、皆さん、心配！あ、すごいです。いただきます。あ、やばい、これ濃厚なスープから。いや、スープをそのまま飲んだ方がいいよね、おっしゃってるから、社長が。濃厚ね、うまっ。濃厚ね、やっぱ、うん、あの、うん、水使ってないっていうのが、うん、いや、これ贅沢やわ。あんこうがちょこっと入ってるとかじゃないじゃないですか。もう全部あんこうじゃないですか、うん、うわ、身がうまい。いただきます。身がうまい。うめうめうまっ。切り立てですからね、先ほどの、うん、ね、はい、あ、うわ、うめ身がうまい。なんすか、この身。そうなんです、あんこうの独特の食感なんですよ。ふわっとしてて、またちょっとプリッとしてる、うん、ふわっとしてる、ふわっぷりなんですよ。で、なんかこのやっぱコラーゲンっていう部分がわかるよね。うん、身とは違う食感があります。ああ、まず大根もめっちゃうめ。大根ね、やっぱあの大根入ってらん。あ、はい、失礼します。あの、持ってってるんですか？大根入ってらん。大根が大根もまた合うんですよね。うん、お漁師さんがこうね、作る時とか大根ね、わかめぐらいしか野菜は入ってないですから。ああ、なるほど、うまっ。ね、
漁師さんが食ってたのが分かるわ。うん、そうですね。漁師さんやっぱり船の上なんで水が大事なので、うん、あ、そっか、水を、はい、使わずにできる鍋なんです。うーん、なるほど。大根入ってなかった時は入ってた入れた気がしたんだ社長ちゃんとバランスよくやってくれてるまたこの後の雑炊もね、あー絶対うまいわ雑炊。そっちが主役っていう人も結構、いや俺はフルタイプなんですよ。あー、ヒロシさんそうよね。じゃあ絶対締めを最初にやりたいがる人間なんだ僕やっぱり福岡の人間はやっぱ麺締めのイメージあるけど、これ絶対雑炊だよね。あ、絶対米入れた方がいい。あ、そう、うん、あります。あんこの唐揚げとか、あ、ラーメンね、うん、うわ、もうこれラーメン注文しちゃった。なんでラーメンと俺ライス食いたい。あ、でも雑炊が来るから。いや、それとは別に。そう、あんこうの唐揚げとこの半ライスセットがいい、はい、うん、いや、最北端に来た価値がありましたよ。いや、正直、まあね、何を目当てに来るのかなと思ったらこれだね、うん、そうそう、これと海じゃないですか、やっぱ。あー、お待たせしました。うわー、はい、子供が早い早い綺麗だわ。ライス、ありがとうございます。いやいやいや、一個ちょうだいよそんなことする。いや、なっちゅうかわず1個ちょうだいよ。俺が頼んだよ、ね、いや、それはないです。じゃあ1個多いじゃないですか。いやいや、まあ、部屋で食うから。部屋で食う、残ったら残ったら部屋で食うから。揚げたて食いたい。マジで、うわー、揚げんつって。だからそのご飯の蓋に1個だけください。僕は、僕はください。唐揚げください。まあそこまで言うんだったら山田君。ありがとうございます。さあ、いただきます。さあさあ、1個ください。あ1個ください。東京で1年ぐらい住ましてもらったけど、福岡と東京で3、4年住ましたじゃん。あ、もういい、なんかさあさあ、何住ましてください。そう、いや、話変わってるから。どういうことだよ。じゃあ、1個だけください。うん、まっ、うん、じゃあありがとうございます。よし、じゃあ食おう。うまい、うまい、うまっ、ふわふわ、うまいじゃない。うん、あ、こんな皮みたいなのもあるから、うん、生姜がきっと、あ、ほらね、ね、うわ、なんか来た、なんか来た、なんか来た、はい、あ、うわ、うわ、ありがとうございます。はい、肝です。一個くだせ。はい、一個くだせ。あ、うめ、俺は今汁でいけるから。最高ですね。うわ、この色が映えない道路がいいですね。逆に映えますね。そうですね。もうどれくらい食っていいか。唐揚げから行ってもいいか。いや、うまい。うまい。やっぱ、うん、間違いない。もう最初からこれでもいいぐらい、俺。最初から？もう最初から米入ってていい。こっちが主役って人もいますね。うん、やっぱり、いますね。確かにこれそうだ、うん。これはうまいよ。うめぇ。やりがたいですね。米が入ることで、この濃いのがちょうど、はい、ちょうどですね、はい。誰が相手するの、この人。もうこんな飲まして日本酒飲ましたら、もう誰が。いや、あのさ、帰るって言ってるけどさ、なんで帰るのか意味が分かんなくて、俺。なんだろうや。だってさ、熱い思いをさ、山田君、地球 TBA の熱い思いをさ、広いから部屋、うん、山田君の部屋に泊まる。ああ、そうね。泊まるんすよ。ほら。俺半分金出せんで。そこで語りますよ。来た来た。うわー、これパスタうまそうやね。テンポいいな。これ味噌の方ですよね。味噌ラーメンの方です、はい。やっぱパスタ合うねーな。いや、もう見た目からもう合うっていうの分かるじゃん。ちょっとラーメンいただきますね。はい、ぜひ。どうする？俺もラーメン。うん、ご飯とはまた違う。はい、いただきます。はい。おお。ラーメンとしてめちゃくちゃうまいもんね。ありがとうございます。なるほど。島田行列するぐらいの。あ、そうか。来たんですよ、ラーメンが。いや、もう、味噌ラーメンとしてめちゃくちゃクオリティが高い。はい、うん。おいしい。まあ、あんこになるから来てるんで、最後にご飯をこう入れるっていうのも結構、このラーメンの食べ方なんですよ。ここにね。最後に。いや、そりゃ、わかる、わかるわ。パスタはもう合うに決まって、なんかもう。終わるが急に国変わりますね、本当。そうです。
あのパスタは本当にあん肝の匂いを抑えて、うん、あん肝を出す、うん、あので全くあん肝が下の方でも食べられる、うん、え社長これどのぐらい前から出してるんですかこのラーメンとか。ラーメンはコロナ禍になってから去年の5月から本当に最近なんですね。あの中でお客さん減ったんでそれでヒットして新たな収入が。いやパスタうめえな。うまい、はいはい、パスタうまいですか。いやすごいね。4日ぐらい前にここオープンしたんで、えっからパスタはまだ出して出してないですかまだこれ出したばっかりなんです。ええ社長あのその花その花のそうなんや入り口あった花いろんな層の人にあんこを味わっていただきたいんで、はい、どうですかパスタ好きの漁師さん。いや最初はやっぱり合うなと思ったけど、うん、食べ進むうちにどんどんこうああん肝独特のこうクリーム感で、あでがあるねって思った。デザートもあります。コラーゲンが入ったプリンもあります。あの4時間プリンですか。そうです、そうです。あそれがそうなんやあの、うん、ね全部が回収できる車に貼っちゃった貼っちゃったお店を、はい。プリンっていうのはそうなんですか。上をブリュレしてありまして、はい、そちらが4時間でカリカリ感がなくなってしまうので。えどういうこと。時間が経つとやっぱりブリュレが柔らかくなってしまうんですね。上のね、はい、あこれが溶けるってことですか。そうですね、カチカチがね、はい、これはでも純粋にもうあれですもんね、プリンの美味しさでコラーゲンが入ってるってことですよね。そうです、プリンにコラーゲン入れてます。はい、で滑らかに、より滑らかに。うわああもうパリパリがすごい。これプリン食ったことがないプリンだろ、うん、うまい。クリームだろ、もうクリーム、うん、本当にクリームだろ、うん、プリンと思って食べない方がいいですね。ありがとうございます。いやもう別の食べ物だと思って、はい、この、まあ、トゥルトゥル感がちょっと別のもんだこれ。うんクリームだもん、うまい。え何今これ。いやあの食レポやりだすからいつも。あやり出すっていうか、食レポじゃ過去もなんか食レポモードに入るから。いやそうなんか明らかに食レポモードに入るよね。なんかオーラ出し始めるから。はいオーラ食レポ。食レポオーラ食レポオーラ出すから。ごめんなさいなんかオーラ出て。社長ここはいつぐらいからあるんですか、はい、この旅館は。約50年。やっぱね歴史感じるわね。だから同級生ぐらいじゃない。これが。あどう。お前大丈夫。本当だ。これ49で、もう50なんですよ。あ、そうですか。だから、生まれた時に、この人間が育つまでの間、いろいろあったね。公開仕事でめちゃくちゃ滑ってさ、猫に川魚って書いてた頃から、うんうん、そのホストになって、いろいろ辛い思いしてね。雑に歴史言われて。そうだね。なんかね、えらい飛び飛びだったね。で、ヒロシ。なんかね、うん、と同級生の。そうそう。で、キャンプでね、仕事入って、そうだね。キャンプ。もう飽きてきて、うん、その間ずっと立ってるんですから。いやでも同い年でちょっと感慨深いじゃないですか。確かに、うん、大和発信。やっぱ雨だとトーンが下がるんだよ、ね、腹減ったんだよ。笑いました。これやばい。ナビがさ、ナビは何もないんだって言った。確かにやってないんじゃない。まあ、いつまでやってるこんなそば屋ある？いや、なにこれ？偶然ね、こんなに。いや、結構すげえな。なんかね。このが、食レポモード入んない。小学校。あ、小学校ってことだね。元小学校を変えていろいろ。受付の方お願いします。何の受付？何があるか、ごめんなさい、何も知らずに来ちゃったんですけど。